はい、皆さんどうもおはようございます。今日はかなり気合い入ってます。5月25日給料日7時19分です。 H に来てます。濁り方はですね、こんな感じで昨日よりもさらにマッディにね、あのパスミガワラみたいな感じでマッディに変わっちゃいました。水深30センチぐらいで見えなくなるような状態です。で、今作業はねもう、まあ、始まって1時間ぐらい経つと思うんですけど、そろそろ流れてきてますので始めていこうかなと思います。よろしくお願いします。で、水温見ていきますね。今日はリンクスで来ました。はい、水温が19度。あ、ちょっと下がっちゃいましたね。まあまあ下がっちゃいましたね。あんまよろしくない。20度ちょっとあって下がったんで、ちょっと良くないね。理想的ではないですね。やばいな、どうしようかな。ルバー変えようかな。ジャスティンにしてるんですけど、ジャスティンショーにしようかな。どうしようかな。もういっか、ジャスティンチューでいきます。チューっていうかでかい方のジャスティンでいきます。はい、よろしくお願いします。本当はね、このジャスティンもキラキラの方買おうか迷ったんですけど、カラーリングでも同じちっちゃい方と同じねサイズ持っててもしょうがないから大きい方のジャスティンにしました。本当はちょっと今マッディなんでラトル欲しいところですけど、まあしょうがない、ノンラトルなんで、これはこれでいきます。今ね、そこにアンガラさん一人いらっしゃいましたけど、あのね、帰られましたね。多分みんな仕事の前に来てんのかな、僕と一緒ですけど。お、出てきてる、出てきてる、みんなここが出てきてるあ、そっか、でもちょっと岸際は今チャンスだな。岸際もちょっと入れてみようかな。積極的にどんどん打ってきますよ。風がないから本当にやりやすいです。あ、やべ、ビビったか。大丈夫か。おっ、切る。これはでかい。これはいかんよ。いいとこ通すときに失敗はしたくない。はい、ちょっと流し込んでいっていきましょう。さあ、はい、ゴーゴーファイゴーゴーファイスーパードッチ。あ、黒台がねトップで釣れるみたいな改革ができたらいいんですけどね。ここでもまあ絶対無理ってわけじゃないんでしょうけど、あんまり効かないっすよね、キュード側で。もしかしたら、あ、でも臨海公園の方はねちょっとあれなんであれですけど、シャローのね砂地があるとかだったらもしかしたらあるかもしれないですけどね。ワンちゃんどうなんだろう。流されいなっこ、ここで食ったらもうゴリ巻きでね。ちょっとこれ P 太いんで全然余裕でパワーファイトできます。まだあんまりここについて食ってる時期じゃないのかな。こっちも意外とまで出るんですよ。なんかすごいでその雰囲気じゃないですかこの無風でこの天気っぷりで。天気はまあ曇りの方がいいですけどね。
どっから出ないかな、ボイル。あ、こんな。このキシギアをね、ちょっと入れてみます。もっと触った方がいいか。逆らうような感じだけど、パクリスピンをね、する体験もするんですけど、まずはちょっとこの1個のテトラポットじゃなく、うお、びっくりした。今のは違うだろう。今のは濃いでしょう。まだこういうのジャンプだと思います。今のはさすがに出そうだけどな。バフッとかって食ったシーンが見れたんだったらね、かなりハイパーダッシュモーターじゃなくてハイパーチャンスなんですけどね。上から歩いてきて見た限り水面では出てないですよね。あ、やばいやばい、ごめんごめん、稲子さんが白が引っかかってきちゃいましたね。あれ、ごめんよ、すまない、許してくれ。何億匹、何百億匹かわかんないです、いる中で僕のルアーにたまたまフッキングしちゃったなんて相当運が悪いけど、すまない。結構水面にピチピチ見えないだけでいますね、マイクロは。この河口の方なんて、もっとここも河口ですけど、もちろん前浜大橋のエリアなんてすごいっすよ。もうマイクロがうじゃうじゃいて。あ、違うかな、今出たわけじゃないか。バックリスピンかな、やっぱそれが一番ね、今のところこの河口をいっぱい食ってる時期。あとレンジパイプか、ストライクしてるんで。この岩の上に乗っかってるとか入ってるんですよね、この時間帯だと。この潮位の時間帯だと白がそこにいられなくなって怒ってくるやつを、キワで待ってるやつがめちゃくちゃいるんですよね。この前もそうでしたけど、あれはでもあれか、キワを通ってるやつを食ってたんですね。よし、結構この場所にしては早めに流れ聞いてくれてるんで、結構チャンスありそうなんですけどね。めちゃめちゃでかすぎるんかな、ルアーが。いやーでも釣れそう。昨日釣りしてたら、なんか向かい側からめちゃめちゃ水面をね気にしている女性がいらっしゃったんですよ。うわ、なんかめちゃくちゃ水面見てんなあの人と思って。でめちゃくちゃ干潮だったんで、カニとかそういうのをね、生物をね、あ、こんなに江戸川魚いるんだ、小魚いるんだ、すごいなとかと思って見てんのかなと思ったんですよ。そしたらその方とすれ違って、その方が戻ってきてくださって、話しかけられて、まあ、七尾さんですかと話しかけられて、まあ、カップルとかだったらありえるんですけどね、女性一人っていうのはなかなかかけられることはないんですけど、若いですね、可愛らしい方が箱を開けてくださって、東北の方からね来たということで、来たというか引っ越してきたということで、旧江戸川が、まあ、あっちでも釣りされてたらしいんですけど、旧江戸川がいいんじゃないかっていうふうにお勧めされて、まあ、状況を、ね、見に来たとか、まあ、あとはまあ今晩やろうかなと思ってるから、どういう状況なのかなと思ってちょっと来ましたみたいなね、
現場検証的な感じで来てて、あとは土管町なんでね、この地形を見に来たっていうのもあるかもしれないですけど、すげえなと思って、結構研究熱心だなと思って感心してお話しさせていただきましたけど、はいはい、ということでですね、この辺で終わりにさせていただいて、なるべくこの後、ビッグフィッシュ、一匹でもいいんで出せるように頑張りたいと思います。はい、今日は激濁りのキュエ動画でした。はい、でまた明日よろしくお願いします。失礼します。ちなみにね、このフェイスマスクはここに耳にかけられるんですよ。穴が開いてて見えるかな。で、これダイソーで200円で売ってるんですよね。で、こうメッシュ素材になってるから夏でも結構涼しいので結構おすすめです。ダイソーで売ってました。結構鼻の上に乗っけて普通のやつとか乗っけてるときつくて落っこってくるんですよ。だけどこれだと耳に乗っかってるからマスクなくてもね、最悪シュッと稼げる、シュッとガードできるんでいいかなと思います。はい、また明日も失礼します。よろしくお願いします。